こんにちは、梅村です。で今日のアートの描き方はこちら、雪山を駆け上がるソリですね。クリスマスシーズンの作品、描き方をご紹介していきたいと思います。では少しずつ描き方を説明していきます。今日使用するステンシルはこちら、ソリと鹿のステンシル、そして雪の結晶や輝きのステンシル、そして丸のステンシルとその内側のステンシルなどを使用します。はい、それでは色を塗っていきたいと思います。はい、色が慣れました。では次に直径9センチの丸のステンシルを使って描いていきます。これを、このあたりに少しだけこう出しておきます。そして練り消しを使ってこう消していきます。で、この9センチの円の中ですね、中のステンシルをこう置いて、そして今度は直径7センチの円を使います。で、この上にかぶせるようにして、で、この部分ですね、この部分を消していきます。このような感じになります。で、今度また7センチの円を使ってこちらも消していきます。はい、できました。では次に鹿とソリのステンシルを使って描いていきます。まず小さな方から上に向かって上がっていく感じを出していくので、まずを全体的に消していきます。このようになります。そして次にこの斜め下あたりですね、に真ん中にある鹿のステンシルを入れます。同じように消していきます。次に大きな方の一番大きな鹿のステンシル、これをまた同じように消していきます。はい、できました。ではこの斜め下ぐらいにソリを置きます。そして消していきます。はい、できました。ではこのまっすぐなところを使ってソリを引いている紐をこうなんとなくでいいので描きます。で、次に丸を使って雪が降っている感じを出していきます。これもランダムでいいと思います。はい、できました。では次に雪の小さな結晶を入れていきたいと思います。雪が降っている感じを出していきます。これもランダムに入れていきます。はい、次に少し輝きも入れておきます。こちらもランダムに入れていきます。はい、輝きを入れたら完成になります。では少しずつ描いていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日はこちらのアート、雪山を駆け上がるソリの描き方をご紹介しました。で、この作品なんですけれども、こちらの、背景色ですね、この色を変えることによって作品がね、またいろいろとイメージがね、違ったものが描けます。ですので、またいろんなね、色をね、変えてみて描いてみるっていうのもね、楽しみの一つかと思います。はい、また
このようなね、あの季節のアートも、描き方ご紹介していきたいと思います。それでですね、この今日使用したステンシルなんですけれども、まあ、ご自身で作るのが難しいっていう場合は、あのステンシルサイトの方にステンシルも販売しております。季節のものなので、あの販売している時も販売してない時もあるんですけれども、あの説明欄の方にも、その販売サイトの、ね、URL を記載しておきますので、またご興味がある方は覗いてみてください。そしてまたこの描き方のね、あのアートをアップしていきますので、よろしかったらチャンネル登録もお待ちしております。梅村千恵でした。ありがとうございます。